アナマリア・パストール・フリアンは、スペイン・サモラ県、クビーリオス出身の政治家、サラマンカ大学出身、国民党所属、1996年3月1日から、スペイン会員議員を務め、2016年7月19日から、スペイン会議長を務めている。この間の2002年から2004年には、ホセ・マリア・アスナール内閣で、厚生大臣を、 2011年から2016年には、マリアーノ・ラホイ・ブレイ内閣で、官業大臣を務めた。1957年に、サモラ県クビーリョスに生まれ、サラマンカ大学で医学を専攻して卒業した。大学卒業後は、公衆衛生、保健行政局や、ガリシア州政府保健省などに勤務した。1996年には、国民党所属候補として、 ポンテベドラ県選挙区から1996年スペイン議会総選挙に出馬してスペイン会議員に当選した。2000年の2000年スペイン議会総選挙では2000を果たし、2002年にはホセマリア・アスナール内閣で厚生大臣に就任した。前任者はセリア・ビリア・ロボス。2004年の2004年スペイン議会総選挙では3000を果たしたが、 国民党は野党に転落した。2008年の2008年スペイン議会総選挙では4選を果たした。2008年3月1日にはスペイン会員の副議長に就任している。2011年11月20日の2011年スペイン議会総選挙では5選を果たした。この選挙では国民党が与党に返り咲き、マリアーノ・ラホイブレイが首相に就任すると、 11月22日にパストールはラホイ内閣で官業大臣に就任した。2016年7月には国民党のラホイ首相の推薦によってスペイン下院議長の候補者となり、シウガダラノスの支持も受けて当選。7月19日にはスペイン社会労働党のパチロッペスの公認として下院議長に就任した。2000年から2004年まで務めたルイサ。 フェルナンダルディウベダに続いて、スペイン会員議長を務めた二人目の女性となった。ありがとうございます。